どうも、コーズです。今回ですけども、元アルビレックス新潟、本間紫苑、浦和レッズが正式オファー、移籍決定的との報道もということで、ちょっとね、緊急でというか、まあ、もうこれの話題のみで、ちょっと、一本動画撮ろうということで、ちょっとやっていきたいと思います。新潟の事情、そして本間紫苑選手の事情、そして浦和の事情、それぞれちょっと紐解いていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。スポニチ報道よりということで、浦和がベルギー一部クラブブリュージュの、本間紫苑23歳を獲得することが22日までに決定的となったことが分かったと。本間はクラブブリュージュとの契約を1年残しているため違約金が発生するが、浦和は満額支払う準備を整えて正式オファー。複数の関係者によれば、すでに細部を詰めている段階で、今月中に正式発表される見通しというと。まあ、J リーグの、移籍ウィンドウというのは7月8日から開きますので、早ければ7月十何日のリーグ戦とか、から出場ができると、もし本当に移籍となれば、浦和と新潟は最終節で当たるので、浦和のユニフォームを着た本間選手と新潟が対戦するということも大いに考えられると、本間選手は抜群のスピードテクニックを誇る攻撃的ミッドフィルダー、クラブ最年少で新潟時代に公式戦デビューやクラブのリーグ最年少ゴールを記録するなど早くから注目されたと。まあ、新潟アカデミー出身の傑作ですよね。22年にの7月にはベルギー一部の名門クラブブリュージュに移籍、推定、約1億6500万、これただね、1億弱とも言われてます。報道ほどもらってないよっていう情報もあったりするので、まあ、これあくまで推定ですよね。多分1億ぴったり前後なんじゃないかなみたいな話もあります。まあでもまあもらってる方かもしれないけどね。まあただ本間紫苑にしては安いっちゃ安いんだよな。で完全移籍と。主に2部の B チームで、結果を残したが、トップチームではわずかな出場機会に限られたと。浦和はクラブワールドカップもね、あるので、そういったところで再出発を決めたようだとのことですが、本間紫苑の去就に関してというところで、新潟アカデミー育ち、まあ、県民の孫とも言われ、アルビで愛された本間紫苑選手ですが、海外挑戦は思うように行かず、ブルフェの2部チームでの出場がメインにと。クラブ NXT ですか。で、23歳と選手として脂が乗ってくる時期だけに、まあ、この報道が本当ならば大きな決断となるでしょうと。新潟サポート的には J リーグに戻ってくるなら新潟にという思いが誰しも持ってると。特に本間紫苑選手に対する特別な感情っていうのは、もう新潟サポはもうほとんどの方持ってるんじゃないかなと思います。で、まあ、一番最初に触れなきゃいけない、その資金力ね。またお金がない我が軍新潟してやられたりみたいな話があるんですけど、まあ、その資金力で比較をするとですね、まあ、浦和と新潟は天と地ほどの差があります。これは事実ベース。23年の決算ベースの人件費で見ると、新潟は8億8900万円。これはもう公表値ですね。公表されている数値、浦和は38億6000万円ということで、約30億円開きがあります。だから、新潟4チーム分ぐらい、3.5チーム分ぐらい、要は浦和の方が人件費が多いと、いうところですね。ただし、まあ、今回の移籍に関しては、その新潟側がオファーをしたかがまず不明であると。個人的には多分してないんじゃないかなって気してますね。まあ、お金の問題以前に声をかけていなければそもそもどうしようもないという部分があるので、じゃあ新潟がなんでそのオファーしてないんじゃないかなと私が思うのかっていうところを紐解くと、まあ、新潟の今の事情を振り返るとですね、まあ、今年ちょっと怪我人が多いんで、まあ、そんなね、その思ってるほどその今現状戦える選手層っていうのは限られてるんですけど、その本間紫苑選手が入るとなると、そのポジションって左サイドハーフなんですよ。右利きの左ウィンガーみたいなポジションがメインの選手ですから、結構いるんですよね、今の新潟。最近だと谷口選手がメインで起用されてるんですけど、左ウィング。でも去年まではね、センターフォワードでコンバートされたりとか、まあもともとロアッソ熊本時代に左ウィンガーだったんで、まあ本職に戻ったっていうのが、まあ正しい見方なんですけど、谷口選手に関しては。他で言うと小見選手だったり、まあ小見選手、だから今右で使われてんだよね。だから、小見選手が左右できるようになったと。で、太田選手も今、怪我してますけど、左右だけじゃなくて、トップ下もワントップもできると。で、あとはダニーロ選手も、ダニーロ選手逆に右サイドがメインだったんですけど、最近左でも起用されてる。で、長倉選手は、まあ、トップ下だったり、ワントップがメインですけど、左サイドもいける。長谷川元樹選手も、高木選手がトップ下に入る場合は、左サイドハーフで起用されてましたし、緊急登板的には、堀米選手も1列上がって、左サイドハーフでプレーするっていうのもありましたと。
なので、まあ複数ポジションをこなせる選手が多い新潟とはいえ、まあこんだけパーッと上げただけでも6、7にいると。まあただ怪我してるのが太田も長倉も、まあ長谷川元輝最近戻ってきたけど、あとダニーロもね、あの直近の試合では欠場してましたけど、だからもう実際使える選手、あの起用できる選手が限られてるっていう状況はあれど、左サイドハーフ単体で見たときにできる選手っていうのは6、7にいるんですよね。って考えると新潟の補強ポイントは他にあるよねと、まあすでに補強ね、補強ここ欲しいよね動画もね、もうあんまた出してるんですけど、それもねぜひ見ていただけると思います、思いますが、まあフォワードサイドバックセンターバックボランチあたりの方が優先度は上なのかなと、今の新潟にとっては。なので左サイドハーフはちょっと優先度下がるかなというところ。まあさらに言えば魔改造が得意な、魔改造というのはその選手のコンバートが得意な松橋監督のことでもあるので、まあ現在ねボランチだったりトップ下で使われている奥村選手や、まあ来季加入が決まっている笠井選手も、まあ左サイドハーフはこなせそうかなと、うん、まあそんな雰囲気があることに加えて、まあ現在レンタルで藤枝に出している島袋選手も左サイドハーフこなせるっていうことを考えると、ここ1年から3年、まあ3年以内ぐらいのスパンでの選手編成において、例えばここの谷口、小見、太田、ダニーロ、長倉、長谷川元樹あたりが、まあ例えばねどっか移籍しちゃうっていうのがあったとしても、その奥村、笠井、そして島袋の呼び戻しも含めれば、なんかそこまでなんか新たに選手獲得をしなきゃいけないっていう部分すらない。誰かが抜けたらここを戻すとか、コンバートすればいいじゃんっていうシナリオもある程度、その補完できるようにむしろ考えられてるのかなと、編成上ねすら思えるので、なんかやっぱり優先度低そうな気はしますよね。でもちろんその感情的には戻ってきてほしいんだよ。ただその現状、その、まあ、寺川強化部長含めクラブのその編成に関わる人がどう考えてるかっていうのを冷静に見た時に、多分そこはもうここまで考えてんじゃないかなと。奥村、笠井のコンバートと島袋呼び戻しまで考えれば割と優先度低いよねと。で加えて資金的にも今期の新潟は去年の冬に水戸選手や渡辺大輝選手が移籍したことによる移籍に加えておそらく出てると思うんでね。あとはもうシーズン途中でね話題になった移籍、新井選手はもうおそらく高額な移籍金を得ているはずなので、もう契約してる段階での違約金が絶対に発生するから、なので、まあ、あえて声かけてない説も大いにありえるのかなというふうに見てます。で、今度ね、一方の浦和の事情、浦和の試合も僕は今シーズン何試合か見てるので、去年からも見てるしね、試合観戦 Vlog 動画に上げてますので、そちらもね、合わせて見ていただければ本当なんだっていうのがわかると思うんですけど、まあ、浦和の事情を振り返るとですね、まあ、今期途中に西野さんという、そのスポーツダイレクターの方が、退任されて、堀之内さんと、まあ、西野さんね、マリノスのスポーツダイレクター行くみたいな噂もありますけど、堀之内さんという方が、まあ、内部昇格的にそのスポーツダイレクターに変わったと。で、また監督もですね、今期はスコルジャ監督ではなくて、ヘグモ監督に変わったというふうなところもあります。で、まあ、夏のね、移籍の報道では、毎朝ね、ニュース動画でも触れてますけど、キャプテンの酒井選手がオーストラリアのクラブに、副キャプテンのショルツ選手が中東への引き抜きと、そんな噂、移籍の報道もあり、まあ、ヘグモ監督自身の選手起用も比較的固定する傾向にもあると、まあ、なので去年と今年で出番を得ている選手も変わってきていると、まあ、編成面に与える影響はこういうところもあるのかなというふうに思います。監督変わったこと、スポーツダイレクターが変わったことが、まあ、実際そのキャプテン副キャプテンの移籍報道が出るというのは浦和の過去の歴史からも異例だというのも、まあ、記事にも出てましたし、そういったところを考えると結構そのヘグモ監督体制になっていろいろちょっと怒ってるんじゃないかみたいなのはあると。高額な選手人件費を誇りながら浦和は19節を終えての勝ち点が26と、暫定の順位では11位と想定外の状況と言っていいと。まあ選手人件費で言ったら J ナンバーワンに近い、もう上位に近いのにもかかわらずですね。ヘグモ監督が北欧の名将、ノルウェーかな、北欧の名将という振り込みで今期から J1 での初指揮となってますが、まあ、JA の順応度は疑問であると。勝ったり負けたりを繰り返してのこの勝ち点26という印象、個人個人でのバトルの強度を求めるあまりに連動性が薄く、去年までのリカルドロドリゲス監督からスコルジャ監督にバトンタッチしたまでの数年の裏はで気づいたこのボール回しながらみたいなところのその流れるようなプレーが減った印象があると。結局ぶつ切りみたいな
で、グスタフソン頼みみたいな感じなんですよね、のイメージがある。で、一方で中島が個人で自由に動いた時に自然発生的に連動性が生まれるといい場面があるが、監督の指示かどうかは怪しいと。その中島が入ると変わるよねっていう部分は、その中島翔也が結構自由にプレーするから、それに、それのおかげで選手がもう必然的にポジションを変えなきゃいけないから、それが連動性っぽく見えるみたいな、なんかそれ記事も出てましたけどね、報道も出てましたけど、なんかそういう風なのもあると、だからその監督の指示かどうか、だからそのヘグモ監督の手腕自体にはかなり疑問が厚く部分があるよねと。シーズン当初に欲していた安井選手や武田選手が最近起用されて結果を出していることからも好き嫌いはありそう。これは怪我人が出て仕方なしに使ってみたら案外やるやんけみたいな、そんな感じの使い方なんだよな。だから決断までに時間がかかるようにも見受けられるし、ヘグモさんに進言できるコーチ陣、スタッフ陣も少ないのかもしれないと。これはあくまで推測ね。で、そこに来ての本マシンを獲得報道であると。で、同時期に鳥栖出身の新田選手、オーストリアのクラブに いる若手フォワードなので、まあ攻撃陣の編成に動いていることは間違いなさそうと、浦和に関してはね。で、本間志音選手の話に戻すと、その左ウィングね、左サイドハーフ、左ウィング、浦和で言うと、4-1-2-3 みたいなフォーメーションになるので、まあ、左ウィングになるわけですけど、まあ、直近数試合誰が使われてるかなというふうに 見返したら、大久保、ソルバッケン、中島で、交代の中で渡辺龍馬選手がポジション変更、サイドバックから2列上がってウィングになるみたいのもあると。で、開幕の時は関根選手がそこのポジションでもあったと、まあ、怪我してんだよね今確か、あったわけですが、まあ、今後クラブワールドカップなど、まあ、試合数を考慮すれば補強ポイントでもあるのかなと。まあ、そのソルバッケン選手に関してはね、AS ローマからの契約、まあ、完全移籍に切り替えるのか、契約延長するのかはさておきですけど、ローマのスポーツダイレクターが変わったことで話が浦和寄りに進みそうだねみたいな報道もね、直近でありましたけども、まあ、ここもちょっと中ブラリンで怪我人がいるみたいな状況だと、やっぱちょっと層的には薄い印象があるのかなと、補強ポイントにはなるのかなと。で、中島が本来の良さを取り戻しつつある今の浦和を見ればですね、思ってるよりフィットする可能性が高いと。本間志音選手が入ってね、結構その自由にその局面を打開する選手というのは、今のそのヘグモ監督の指揮する浦和的にはいてほしいんじゃないかっていう感じ。要はこういう、なんだ、個人で自由に動いた時に自然発生的に連動性が生まれるから、で、フィジカル的にはそこまで強調できないまでも、まあ、小柄の選手でもあるしね、まあ、でも新潟時代にかなりそのフィジカル面はね、良くなった状況でベルギー行ったんだけど、で、コデの高いドリブル突破やアジリティは大きな強みとして活かせそうであると。ただ話を戻して新潟サボの感情に寄り添うと、やはりショックではあると。ショックではあるのよ。現在のクラブの補強優先度が低いとしても、新潟的には特別な存在でもあるので、まあ、無理して取っても良かったんじゃないかなとも思う。J1 の舞台でアルビのエンブレムを胸にプレーする姿を見たかったサポーターは多かったはずだ。僕もその一人です。まあ、しかし選手もね、限られたやっぱ選手生命の中であらゆる決断をしなければならないと。ね、平均的なその選手生命ってのは多分30歳いかないんじゃないかな、 J リーガーって。だから35とかさ、ね、38とか、なかなかいないんです。千葉ちゃんとかすごいんですよ、本当、そう考えると。だから、どこで活躍して飛躍できるか、実際に動かないとわからないものでもあると。まあ、アルビ的に言ったら、それこそ伊藤亮太郎選手はね、浦和で期待されて入って、レンタル繰り返しての、新潟完全移籍で、こう、なんだ、チャンスをつかみ取って、ね、今や飛躍して、ね、それこそ新都トレーデン行ってますけど、どこで何があるかがわからないのよね。一方で、その、アルビのアカデミー出身の選手で言ったら、渡辺新選手がね、その、大分、当時 J1 だった大分に個人昇格したものの、結局今はね、J2 生活が長くなってて、逆に新潟は J1 昇格してて、なんなら今 J2 大分に今キャプテンやってますからね、渡辺新選手は。でもあのままね、アルベル監督がいる時のまま、新潟にいたら、もしかしたら J1 でプレーする、通算の年数っていうのは、もっともっと長くなってたかもしれない。だから何があるかわからない。だから決断というのは非常に人生、選手生命、選手人生を左右する決断になってしまうわけですね。本当ギャンブル性があります。まあ、なので、まあ、我々ができることとしたら、まあ、一選手としての活躍を見守ってあげるしかできないのかも、のがもどかしいところではあるけども、それしかないのかなというふうな感じですね。いかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんからのコメントどしどしお寄せいただければなと思いますし、
アルビサポ、浦和サポの方ね、もし見てらっしゃったら、ぜひコメントいただけるとありがたいです。ぜひぜひチャンネル登録、そして高評価、そしてコメント、何卒よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。